五花革命社労士の町間です。こんにちは。2022年度の社労士試験に向けての徹底合格講座ホームページはこれですね。概要欄またはこちらからこのホームページが見れますのでね、今のところはまだ販売しておりますので、ぜひご検討よろしくお願いいたします。今日は開業をした後の話、社労士で開業をして後にですね、前、後ろ、左右、上、どこを見ていたらいいの？という不思議なテーマですよね。こんなテーマで話をする社労士さんなかなかいないと思うんですけど、私はなんせこういう人間なんで変わってるもんですからですね。いろんなテーマを考えるし、何でも話につなげちゃうんですよ。そんなわけでね、聞いてほしいんですけど、テーマは変だけど、大事なこといっぱい言いますからね、しっかり耳そば立てて聞いてほしいと思います。あのね、社労士で開業って何？どうなのってことなんだけど、まずね、受験校の言うことに騙されちゃダメ。これ先に言っておきたいと思います。受験校はいいことばっかり言いますよ。そりゃそうですよ。自分のところに受験生引き込まなきゃいけないから、商売やんなきゃいけないからね。当然いいことばっかり言いますよ。社労士になったら、引く手あまただよ。もう人生バラ色だよ。なんてことを言うわけですよ。でもね、それを言ってるのが誰かってことを考えた方がいいですよ。まず一つ可能性としては、その受験校の職員の方が言ってる可能性がありますよね。受験校の職員って、社労士ですか？違うでしょ？社労士試験受かってますか？社労士で開業してますか？違いますよね。受験校のサラリーマンですよね。その人がなぜ社労士の成功率を語るの？変でしょ？だから、じゃあ、受験講座の講師。講師がそう言ってるって可能性もありますよね。これも実はね、残念なことにね、受験校の講師っていうのは、実務はやってないって方が多いの。受験指導、専業って方が多いの。いや、そりゃそうですよ。受験指導だけでも凄まじく大変なんですよ。そこに実務まで合わせてやるっていうのはね、もう至難の業、激務になりますよ。私やってるけどね。私は好きだからやってるけど、でも激務ですよ。うん。いや、それはなかなかやっぱり難しいので、ほとんどの人はやらないの。実務なら実務だけやる。受験指導なら受験指導だけやる。って方がほとんどなんですよ。だから実務やってないくて、受験指導だけやってる先生が、いくら社労士として開業したら、素晴らしい未来が待ってるよなんて言ったところで、説得力ないでしょってことですよ。っていうわけでね、受験校の言うことに騙さなきゃダメ。社労士で開業するっていうのは、まず大変なことなんだよってこと。だいたいね、社労士で開業した人のね、5割5割かな。半分は成功するけど、半分失敗してるんですよ。そこのね、事実をまずね、認識しなきゃダメ。とにかくね、社労士で開業しさえすれば、もう人生何でもうまくいくと思っちゃ絶対ダメね。大変なんですよ。失敗する人もいっぱいいるんですよ。だからこそ成功者に入んなきゃいけない。そのためにどうしたらいいのかってことを考えなきゃいけないってこと。そこをまず認識をしてください。大前提としてね。じゃあその、成功者の5割に入るためにじゃあどうするんですかって話をね、これからしていくわけなんですけれども、前、後ろ、左右、上、どこを見たらいいのってことで、一個一個行きましょうか。まず前。いや、それは前は見なきゃダメでしょ。それは当たり前じゃないですか。ね。社労士として開業する。一人でやる。また配偶者と二人でやる。最初はそうでしょうね。なかなか人雇うっていうのは、ある程度軌道の穴が難しいから、最初は一人か配偶者二人とやるってことですよね。最初大変だと思います。何やってもうまくいかない。顧問先なんてね、そうそう、正直簡単にできるもんじゃないんで、最初は辛い思いもします。でもそこでね、絶対くじけない。だって最初にこの道で食べていく、絶対成功するって決めたんだから。っていう強い思いが必要なんですよ。強い思いってイコール何って言ったら前を見るってことじゃないですか。前を見て、ひたすら前だけ見て、頑張る。頑張るったらただがむしゃらにやらいいってもんじゃないですよ。もちろんノウハウ必要ですからね。ノウハウって言うのもそんな難しいもんじゃないですよ。
なんだろう、ノウハウを教えるセミナーとか学校とかありますけど、そんなとこ行く必要は何もないです。ノウハウって自分で考えればいいんですよ、実はね。だって、ちょっと考えてみてください。若干話それるけど、いいですか？社務して開業して、どうすればあなたは成功したってことになるんですか？それは顧問先が何社か何十社かできて生活が安定することを多分指してますよね。ってことは、あなたが成功するためには、顧問先を作んなきゃいけないわけじゃないですか。って考えるわけ。ちゃんと考えるわけ。プロセス立てて考えるわけ。顧問先作んなきゃいけないわけ。じゃあ次ね。じゃあ顧問先を作るにはどうしたらいいのって考えるわけ。それは、顧問先の、あなたと契約するかどうかの権限を握ってるのは、顧問先の会社の社長ですよね。あ、未来の顧問先のね、会社の社長ですよね。じゃあその社長と契約できなきゃいけないわけですよ。ってことは、その社長が気に入るものを提供すればいいわけでしょ。その社長に気に入ってもらえるものをあなたが提供して、で、それが故に、その社長が、あ、このあなた、そのこの社主さんと契約したいなと思わせればいいわけでしょ。ってことは、あなたがやることが何一つだけじゃないですか。顧問先の、未来の顧問先の社長に気に入ってもらえるであろう商品を作ることじゃないですか。具体的には、まあ、いろいろありますよ。中小企業のその業種、その社長の会社に適合したぴったりの就業規則とかね。それとか、迅速的確な給与計算でもいいですよ。助成金でもいいですよ。とにかくその社長が欲しいもの、欲しいものが何かをしっかり考えてそれを提供することですよ。それがノウハウじゃないですか。相手が欲しがるものを提供する。それができれば、相手は欲しいんだから、当然、ちょうだいよって言う。じゃあお金ちょうだいね。うん、払うよって払ってくれますよ。それがお客さんになるわけじゃないですか。ノウハウってのはそういうことでね。変なセミナーだろうね。学校だろうね。会話室の中何にもないですからね。そういうふうにプロセスを踏んで考えていけば、ちゃんと答え出ます。答えが出たら、あとはそこに、それを根拠にして行動するだけですからね。話戻しますよ。そういうわけで、ノウハウと。あとはもちろんがむしゃらさね。必死にやるってことが必要だから。その二つのを車の両輪としてね、必死に前を見て走っていこうね。これは当然に必要なことです。じゃあ今度後ろ。後ろはどうなの？見た方がいいの？見ない方がいいの？ってことなんだけど、世間一般的に、後ろは見ない方がいいって言われるじゃないですか。後ろなんか見たって後悔するだけだし、前だけ見ていこうって言うじゃないですか。あれはダメ。絶対ダメですよ。ちゃんと振り返りはやんなきゃダメね。後悔はいらないの。てか後悔はしちゃダメなの。だって、ちょっと過去を振り返っていただいてね。自分自身の過去、選択肢の連続ですね。その都度、右か左かっていうこう選択をしながら歩んできたわけでしょ。で、選択をした時にあなたは左じゃなくて右だって決めてそっちを取ったわけじゃないですか。つまりその時点でそれはあなたが決めたことじゃないですか。それを今になって右じゃなくて左にしておしとけばよかった。これが後悔ですよね。そんなことをやって後悔なんかして何の意味がある、何の価値があるんですか。それは自分自身を否定することになりませんか。自分自身がそう思って右を選んだんだからもういいんですよ。結果どう転ぼうが。ってことで、後悔は絶対しちゃダメね。後悔はしちゃダメだけど、反省はしなきゃダメじゃないですか。ちゃんと振り返って、あの時右を選んだ。でも、今にして思えば左の方がもしかしたら良かったかもしれない。なぜ右を選んだんだろう。それはあの時こう考えたからこうしたんだ。じゃあ、また未来において同じような選択肢が出てきたときに、今度はもう一遍ちゃんとしっかり考えて選ぼうとかね。それは後悔じゃなくて反省。反省の上に立ってレベルアップするってことじゃないですか。それは絶対必要なの。というわけで、前を見よう。それから後ろもね、反省っていう観点では見ようってことね。で、この動画で一番言いたいのは実はこの次なんです。左右。
横。横はどうなのってことなんだけど、横って何ってことね。それは雑音。世間の雑音です。まあ雑音って言うと悪いイメージしかないけど、雑音の中にはいい情報もね、時にはあるんですけどね。だからいい情報はもちろん吸い上げるっていう、そのアンテナを張り巡らしておくことは必要なんだけれども、今日一番言いたいことはね、雑音に惑わされないってこと。あなたが社労士として開業しようとする。実際開業した後もそうだけど、雑音がいっぱい入ってくると思います。社労士なんかで食えるわけがないじゃないか。絶対食えないよ。路頭に迷うのがオチだよ。いろんなことをね、みんな言う。それがね、左右から来る雑音。それは聞かないようにしようねっていうのが今日の提案なんですよ。そういうことを言う人たちの、どういう人なのかってことをね、ちゃんと考えた方が、見つめた方がいいです。大抵さっきの受験校の人と同じ。ほとんどの人は、社労士のことなんか知らない人ばっかりですよ。ましてや社労士で開業なんかしたことない人ばっかりですよ。社労士のこと何にも知らないのに、ただただイメージだけでね、一人でやったところで、多分うまくいくわけがないだろうと思うぐらいの感じで、なのに口に出すときには絶対うまくいかないよ、なんて言うんですよ。世の中の人ってそうなんですよ。だって、自分のことじゃないから、他人であるあなたのことだから、無責任なんですよ。そんな無責任な人たちの言うことに惑わされてどうするんですかって話ですよ。さっき言った、社労士で開業して5割は失敗する。でも残り5割成功してるんですよ。だとあなたも残りその5割の中に、成功者の中に入ればいいだけの話じゃないですか。誰が何を言おうが。外野の何も知らない人たちがワイワイ言ってたところで関係ないじゃないですか。あなたはあなたの道を信じて突き進めばそれでいいじゃないですか。ってことね。それが左右ね。それから上。もちろん下見てもしょうがないんでね。お金探しながら歩いてもしょうがないんで、まあ、下の話はもうしませんけど、上って何ってことなんだけど、それは、もちろん、時には空を見上げようよってことですよ。日々のね、仕事に、こうね、なんだろう、気力体力全部持ってかれて、疲れ果ててるんじゃなくてね、時には空を見上げてね、まあ、太陽を直視すると目にやばいんで、太陽やめていただいてですね、星を見るとか、それから月ね、満月を見るとかね、そういうふうなことで空を見上げて、影響を養おうね、気持ちを豊かにしようねっていう意味はもちろんありますが、もう一つね、上を見るっていうのは、社労士として夢を見ようよってこと。あなたがなんで介護社労士になるの？それは介護社労士としてバリバリ活躍してる自分を夢見てるからでしょ？そういうね、将来の自分を無双してね、その夢ね、夢を見ようじゃないか。夢ってのはやっぱりさっき言った前とはちょっと違うじゃないですか。前ってのは、やっぱり日々、そのね、社労士で成功するために必死になるってことが前じゃないですか。社労士として成功した自分を無双するっていうのは、これは前じゃなくて、上ですよね。というわけでね、上は見ようよ。物理的に上を見上げることもあるけど、そういうわけで夢を見るって意味でね、上を見ることも必要ですよってことです。はい、というわけでね、まとめると、前、後ろ、そして上ね。これは見ていこう。左右の、まあ、左右もいい情報は必要なんだけど、雑音はとにかく遮断して、あなたはあなたの道を突き進んでいけば絶対成功できるよってことが今日は言いたかったわけです。以上です。ありがとうございました。